ニージュは、ウクライナで開発された爆発反応装甲である。同種の走行システムとしては、タンデム弾頭にも対応する第2世代、もしくは第3世代として知られる。名称は、ナイフの意味。もっぱら、ロシア語名で呼ばれる。オプロートに搭載されている、ニージュウクライナ発の国産爆発反応装甲となる。ニージュは、ウクライナ国立科学アカデミーのウクライナ。 国立科学アカデミー特殊建設技術設計局、問題安定研究所と、危機器システムベースセンター、ミクロテク、エーモローゾフ記念機械製造設計局の、科学試験センター、資材爆破加工との共同開発で完成された。従来の第二世代型爆発反応装甲、コンタクト後に変わるシステムとして開発され、その能力は、レディークトやカークトゥスに匹敵するとされる。 ニーズは移動式あるいは常設式の防御対象を相談灯付け鉄鋼弾や成型策薬弾、粘着榴弾から守ることができる。ニーズの装甲モジュールはコンタクト1のような初期の爆発反応装甲で取られていたブロック組み合わせ式ではなく一体構造となっている。前縁にゴム製の防護膜を装着するため平面的な形状になり、 お立て貝のような外見をした、コンタクトごとは大きく異なる。ただし、2007年には、ゴム製防護膜を外した状態の車両も公開されており、この防護膜は、必ずしも、二重に装備されるものではないようである。また、ゴム製防護膜にはいくつか種類がある。モジュールは、特別の手順なしに瞬時に作動するようになっており、使用に際しての試験的な作動や修繕といった、 準備は必要とされない。モジュールは100%の稼働率と全てのタイプの砲弾からの防御力により高い信頼性を有しており、下方からの砲撃に対する安全性、破片や発火性物質による暴発の危険性の除去を実現している。走行における高性能爆薬による影響は水準以下へ軽減される。任意中のモジュールはロシア連邦製の同種の装甲 コンタクト5と比べ1.8から2.7倍の効果を発揮する一方、据え付けの簡単さ、低価格などにより、高いコストパフォーマンスを期待できる。また、ロシア連邦製の爆発反応装甲コンタクト1や、コンタクト5の構成部品との互換性も1、2の相関性で確保している。完成された、ニージは、ウクライナの新型主力戦車、オプロートと、その派生型、 ヤタハーンのほか、T-64 の回収型 T-64、BM ブラートにも装備されている。このほか、従来の T-64U や T-80UD、T-84 などにも装備可能であり、一部ではすでに搭載済みである。ただし、T-80UD では、当初より、ニージを装備すべく開発された、オプロートや、ブラートより、 設置面積が少なく防御効果も低下している。このほか、2005年にはアメリカ合衆国が試験のためニージュをミクロテクより購入した。ウクライナではより効果的な走行システムとなるザスローンアクティブ防護システムが開発されておりニージュの試験目的での輸出にも応じたものとされる。ありがとうございます。